できるだけ簡単に痩せたい、効率いいエクササイズがいい、きつい運動は続かん、そういった方にぴったりなメニューです。うつ伏せになって体をひねるだけ。一番効率がいいメニューというのは、弱ってる体の後ろ側を使うことです。代謝を上げる部分というのは背中にあります。体の後ろをしっかり使うと痩せる体質が必ず作れますんで、一緒にうつ伏せでやっていきましょう。まずは足を左右にひねりましょう。あと息止めないようにマイペースでひねってください。体をしっかりねひねると、使われない筋肉の可動域がね上がっていきますんで、足をひねります。はい、OK です。今度は両膝曲げて交互にももを上げましょう。あと、もも裏を持ち上げる感じです。あんまり膝がね曲がらないように90度をうまいこと保ちましょう。膝から上の部分がもも裏にかかってますんで、足を折り曲げてしまうともったいないです。ゆっくり上手に動かしましょう。はい、OK です。肘を開いたままで膝を曲げておきます。このまま上半身を反ったら戻しましょう。あと、こういう感じです。上体反らしを肘ついてやる感じ。マイペースでいいです。背中がね少し動いてる感じがあればそれだけでいいです。これだけで腰、背中の筋肉がね使えてます。 OK、 次は両手伸ばしましょう。このままお尻をタッチしたら手を戻します。あと、お尻タッチしたら戻す。肩、肩甲骨をねしっかり動かしましょう。背泳ぎをねするようなイメージです。はい、OK、 上体を起こしたまま手を浮かしてつく、浮かして伸ばすってことを繰り返します。こういう感じです。持ち上げたら肘つく、戻す。背中がね熱くなってれば脂肪がね燃えてきてます。はい、 OK、 次は脇の下に手をついて上体を起こします。上体戻したら足を上げる。こういう感じで交互に動きましょう。あと、こういう感じ。これでね、後頭部から足首まで全部ね使ってます。この揺れるのが上手にできない人もね慣れてきますんで、何度か動画見ながらやるとね使えてきます。 OK、 今度は右足だけ横に持ってきたら戻します。あと、股関節をね動かしましょう。これで弱ってる横のお尻の筋肉、股関節周り、ウエストを使うことができてます。結構ね辛いかもしれないですけど、マイペースでねいいです。反対も一緒です。いきましょう。スタート。
こういう動きってあまりやらないですよね。やらない動きが痩せるためには効果的です。オッケー。キムチ肩幅でお尻を持ち上げます。途中で下ろします。自分のペースでやっていきましょう。あとスライダーの手前で一回戻りましょう。お腹をしっかり持ち上げましょう。猫背の人にはこれがぴったりです。OK です。万歳した状態から右手左足、左手右足っていう感じで持ち上げます。いきましょう。スタート。これで手首から足首まで背面を全部使うことができてます。手も足も遠くに伸ばすイメージです。OK。 膝を曲げたらお尻を上げて膝を伸ばします。こういう感じ。ちょっと難しくなります。あと結構難しいですよね。足が浮かない人もね、やっていけばできてきます。できるとね、腰から下の筋肉がしっかりつきますので、できないメニューをね、やるだけでも筋肉が使えてます。オッケー。万歳から上半身を起こしたら肘を曲げてまた前に伸ばす平泳ぎの動きです。マイペースでいいです。いきましょう。スタート。これがね、代謝上げるにはぴったりな運動です。背中、首、肩甲骨疲れてます。オッケー。やってみた方はコメントください。